士のゲーム部屋。皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターをやっていきたいと思います。いや、なぜなんだと。このゲームね、こうやってさ、ヒドラとかね、あと翼を持ってるワイバーン、そしてね、ティーレックスも散々改造してきましたけれども、もう違和感をねずっと感じてたんですよ。このさ、並びでいたらさ、ドラゴンいそうじゃねって思うんだよね。ほら、このね、ファンタジーっていう項目にさ、人狼、ゴルゴン、ヒルジャイアント、ワイバーン、ミノタウルス、ヒドラと来たら、ここにドラゴン欲しくないかと。なんでドラゴンがいないのかってもうずっと疑問なんですよね。そろそろ出るんじゃないかなと思うんだけどね、アップデートで。あ、今まで登場してきたこれがね、ユニットたちですわ。いやー、まあね、ドラゴンいてもおかしくなさそうでしょ、この中に。で、まあそのうちね、アップデートでドラゴン来るかもなって思ってたんだけれども、もう我慢できません。もう作ります。もうダメ。もう早くドラゴンこのゲームで戦わせたい。というわけで、もうドラゴン作っていきましょう。以前ですね、このコモドドラゴンね、コモドドラゴンちょっと大きくして、こいつにさ、翼をつけたらさ、もはやそれは子供ドラゴンだとかなんかやってたんですけれども、まあドラゴンっぽいよね。四つん這いのドラゴンっぽい。まあこれでもね、十分ね、ドラゴン感出てるんだけど、やっぱ炎とか吐きたいよな。いやー、コモドドラゴンとね、翼の相性がね、結構いいんですよね。なんかさ、本当にこういうユニットっぽくないっていう感じのね、挙動なんですよ。あ、いい感じいい感じ。この飛んでる姿結構ドラゴンっぽいんだよな。あ、負けた。でもこれじゃちょっとちっちゃいよね。せめて T-Rex よりちょっと大きいぐらいにしたいよな。こんぐらいでほぼほぼ最大倍率ですね。これに、はい、でかい翼をつけてと。あー、やっぱ潰れちゃうんだよね、こうやってね、翼の自重に耐えられずに。大きくするとね、もう挙動がめちゃめちゃになっちゃうんで、それがね、ちょっと懸念されますね。ほらねーおー、でも荒ぶってんな、だいぶ。めっちゃ荒ぶってんな。荒ぶりドラゴンやな。あー、やっぱ転んじゃうな。ちょっと転んじゃうのはな、ドラゴンとしての威厳がいやー、もう今日も T-Rex になっちゃうのかな、結局。はい、以前作った鎌田くんぽい、ゴジラっぽい T-Rex ですね。いや、やっぱ T-Rex になっちゃうんだよな。これにさ、翼つけたらさ、結構ドラゴンっぽくなるんじゃないかなという睨みを聞かせてます、今。どうだろうか。結構翼がでかくないと飛べないよね。こんぐらいか。あー、なるほど、いいじゃないいいじゃない。尻尾がちょっと短いし、首をもうちょい長くしたいですね。おー、ドラゴン感出てるよ。もうこれで完成でもいいぐらいだなゴジラの流用楽すんなってね怒られてしまいそうやけど。あれ、負けちゃった。首を長くすると言ったらブラキオサウルスですよね。ブラキオサウルスの頭だけがあるんですよ。こんな感じかな。おー、優しいドラゴンになった。これにプラズマビームティラノサウをね名前ほんとどうにかなんないのかな、これ。顔に顔つけるのあんま好きじゃないけど、あー、まあ雰囲気は悪くないけどね。ちょっと綺麗じゃないね、首んとこが。いつもね、目玉には大変お世話になってるんですわ。目玉よく使うんですよ。この目玉に顔をつけると。あー、さっきよりはいい。さっきよりはいいぞ。で、尻尾をちょっと長くしたいですね。一番ね、細い尻尾がこれなんですよね。クリロフォサウルスの尻尾。ちょっと色変わっちゃうけど、はい。おー、いいじゃない、いいじゃない。これでつなぎ目を消していけば結構いいシルエットになるんじゃないですか。腕もちょっと大きくするか。いや、あんまりにもね、T-Rex のパーツばかり使ってたらね、また T-Rex かよってね、なっちゃうんで、よし。スピノサウルスの腕にしましょう、今日は。おー、だいぶドラゴン感出てきたね。いいんじゃないか。ナイスナイスナイスシルエット。ちょっと戦わせてみましょう。レディーゴー。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おー、ドラゴン感出てる、ドラゴン感出てる。はい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 。腕もね、なんかスピノの腕だからね、結構積極的に攻撃してくれてますね。引っかいてますね。おー、いいじゃん。引っかき攻撃、そしてこの口からのビーム、そして踏みつけ、なかなかいいんじゃないですか。やっぱり首のところがボコッとしてるのがちょっと気になるけどね。あんまり飛んでないねこいつ翼あるのにな。多分ね、本当のね、ドラゴンがアップデートで追加されたらね、こんぐらいだと思うんですよね、強さとしても。わかんないけど。おー、馬掴んでる馬掴んでる。おー、かっこいいじゃんいいじゃんいいじゃん。いいね、いい感じだ。おー、飛び始めたぞ。いいね。ちょっと空中戦見てみたいよね。テラノドンいっぱい配置して、さあバトルだ。さあ空中での戦いはどうなるか。あー、あんまり浮いてないな。
ちょっとしか浮いてないけど、まあ空中戦もできないことはないと。まあいいですね、いいですね。空中戦の方が得意かもな。ビームがね、地上相手だとね、当てづらいんですよね。敵が浮いてってくれた方がありがたい。やっぱ羽と首が長いからさ、ものすごくさ、シャープなんだけどでかいよね。いいね。いや、ドラゴン早く実装してくんねえかな。このドラゴンでも結構気に入ってますけどね。回転してんな、めっちゃ回転してんな。おー、プテラノドンを掴んで倒すと。あ、やられた。やられちゃったよ。よっしゃ、いい感じなので、いつもつけてるこれね。このトゲトゲの兜をね、使ってドレスアップとかね、つなぎ目を消していきたいと思います。こんな感じでもうどんどんトゲトゲにしていきましょう。あ、首つけられないところあんな。このね、つなぎ目とかね、消したいですね。尻尾もトゲトゲにしていってと。なんかさ、腕もさ、ちょっと親指欲しいよね。親指を作りたい。そういう時はアロサウルスの首を最小倍率にしてくっつけると。で、これにボーンスパイクをつけたら、おー、いいじゃんいいじゃん、爪っぽくなるね。まあいいんじゃないですか。うん、まあいいでしょう。ボディー T-Rex でさ、他がなんかちょっとブラキオとかスピノでクリーム色だからさ、なんかノースリーブ着てるみたいだね。服着ちゃってる感が出てるわ。この爪ももうちょっと大きくしたいよな。ポン。あ、クソ、ここにつかない。こういう時はまあ目玉ですよね。目玉をつけて、この目玉にスパイクをつけると。うん、いいんじゃない。よし、こんな感じでドレスアップしていきましょう。はい、ついに完成しました。アーマードラゴンでございます。いや、めっちゃトゲトゲしてんなっていうね。さすがにね、鎧兜をつけすぎてね、トゲトゲになりすぎたんでね、もうアーマードラゴンにしましたね。この間もね、鎧兜つけたかったんですよ。トゲトゲさせたかったんだけどね、ここはね、何もつけられないんですよね。これが悔しい。で、顔の周りにね、ちょっとトゲとかもつけてね。はい、鋭い牙も増やしました。あとはね、手足いじりましたよ。足もね、爪が大きくなって、より地面をこうやってね、掴んでる感じがしますよね。さあ、尻尾もだいぶトゲトゲしております。翼もね、ちょっとね、飛んでる時にね、なよなよしてたんで大きくしました。いや、かなりでかいドラゴンだよね、これ。ヒドラと比べてもさ、だいぶでかいですね。まあ、シャープだからね、こんぐらいのボリュームあってもいいかもしれないけど、まあ、せっかくヒドラ出したんで、ヒドラとちょっと戦わせてみましょうか。さあ、初出陣だ、アーマードラゴン、行け。おー、いいぞいいぞいいぞ。いいぞ、やっぱさっきより飛べてるね。ただビームのちょっとエイムがちょっとな、雑になっちゃったな。羽ばたきがちょっと大きくなっちゃったからね。さあ、接近戦もこなせますよ。スピノの爪がついておりますからね。クロー攻撃をしながらビームを吐いていく。さらにこの翼でね、相手の逃げ場をなくすとね、言ったね、インファイトにも一役買っております。さあ、ビームがちょっと当たりづれえな。さあ、ヒドラ残り首数個しかないはず。あと2個ぐらいかな。お、やられた、ヒドラ。おー、勝利と同時に宙に舞う。かっこいいじゃねえか。ちょっとワイバーン4匹ぐらいだったら勝てるかな、どうかな、見てみましょう。さあ、空中戦の始まりだ。さあ、ワイバーンがドラゴンに群がる。これはドラゴン痛いんじゃないか。なかなかビームが当たりづらいっすね。さあ、ワイバーンの得意技、掴んでね、場外に投げるっていうのはこのドラゴンに通用しませんからね。いやー、やっぱ四つん這いの方がいいけどな。まあしょうがないな、これはこれでいいよね。はい、アーマードラゴンということでね、防御力も上がっております。さあ、 HP ゲージ見ていきましょう。おお、まあそれなりにやられてはいるけど敵じゃないですね。おお、強い強い強い、いいねいいね。結構大空に舞ってるぞ、いい感じだ。いやー、かっこいいかっこいい、いいじゃんいいじゃん。はい、以前ですね、こんなユニットを作ったんですよね。はい、ドラゴンライダーということでね、一応ドラゴンの名前を冠するキャラクターを作ったんですわ。まあ、ドラゴンって言ってもね、ワイバーに乗ってるスケルトン兵なんですけれども、なんだこれ、これ手振ってくれてんの。おーいっつって、いや、こいつね、かなりね、 HP あるんですよ。いや、もう見た感じこっちがね強そうなんだけど、多分互角ぐらいですね。見ていきましょう、レディゴー。さあ、始まったぞ、空中戦が、激しい空中戦が始まった。さあ、ドラゴンはこのビームがね、なるべく当てられたら勝機はある。ドラゴンライダーはこのままドラゴンに密着し続けたらね、多分勝てますね。遠距離になってもね、ボウガンがありますんでね、ドラゴンライダーの方がやや優勢か。さあ、ドラゴン頑張ってビーム当てるんだ、いけー。あー、うまく当たんねえな。継続ダメージいっぱい当てて、継続ダメージをね、
なるべく食らわせたいですね。さあ、噛みながらのビームがやはりドラゴン強そうですね。さあ、HP ゲージ見ていきましょう。おお、ドラゴンが負けたー。ドラゴンのパーツが降り注ぐ地上に。あー、やられたー。ドラゴンライダー強いんだけど。まさかのドラゴンライダーが勝つっていうね。まあ、相性もあるからな。いや、なんかスケルトンが喜んでるように見えますね。ウェーイつって。なんかモンハンに出てきそうな見た目してんな。ということで、モンハンのモンスターを戦わせてみましょう。モノブロス VS ドラゴン、どっちが勝つか。いけドラゴン、モノブロスを狩るんだ。さあ、空中でのビーム攻撃、モノブロスは突進してくるが敵を見失う。翻弄されているモノブロス。さあ、上空から急降下。ドラゴンのビーム攻撃と急降下攻撃がモノブロスを襲う。モノブロス突進がね、もう命ですからね。さあ、 HP ゲージ見ていきましょう。おー、なんかいい勝負だな。あ、ドラゴン、あー、やられた。撃たれ弱え、ドラゴン。角で一突きだ。まあ、モノブロスだいぶね、 HP とか強化されてるからな、強いよね、そりゃ。まあ、ヒドラよりちょっと強いぐらいだからな。ということは、最近追加されたこのスカージ勝てるのかな、ちょっと心配だわ。今のところですね、改造しなければこのスカージが多分一番強いんですよね。さあ、この勝負どっちが勝つか見ていきましょう。さあ、まあ、このビームがちょっと当たりづれえからな。はい、スカージのこの攻撃ももちろん当たらない。おお、すげえジャンプ力、スカージ。すごいな、こんな跳躍力あったんだ。HP ゲージ見ていきましょう。あ、スカージ結構削られてるね。お、強い強い強い、スカージも強い。あれ、めっちゃいい勝負じゃん、めっちゃいい勝負じゃん。これどっちが勝つか分かんねえぞまだ。さあ、どっちが勝つ、どっちが勝つ。さあ、殴り合いだ、殴り合いだ、殴り合いが繰り広げられている。あ、ドラゴンもうちょっとで沈んでしまう。スカージが勝つのか。おー、スカージが爪でぶっ刺して勝った。あ、マジか。なるほど、ヒドラ以上スカージ未満ということでね、なかなかいいバランスでできたんじゃないか。ということは、この人間の町も落とせないかもしれないですね。いつもここでね、暴れさせてますけど。いや、ちょっと腕試ししてみるか。よし、アーマードラゴン、人間の町を襲うのだ。さあ、行くぞ、どっちが勝つのか。いやー、どうなんだろうね。いや、囲まれたらやべえぞ、ドラゴン。アーマードラゴン、さすがにお前、アーマー着てるとはいえ。あー、HP どんどん削られていく。あー、やばい、狩られる、狩られる。あー、ドラゴンキラーだ。やられた。あー、やっぱりか。落とせなかったね。人間の勝利だ。塔が半壊状態。お前、よく生き残ったな。よかったね。せっかくだからさ、ドラゴンが無双してるところも見たいよね。というわけで、口の中にプラズマキャノンを仕込みまくりましょう。よし、これでかなり強くなると思うんですわ。試しにステゴサウルス5匹でちょっとね、見てみましょう。おー、ビームが結構数が増えたから無双できてるね。あー、これでもいいかもな、強敵と戦うときは。はい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 、あっという間に殲滅。かっこいいじゃねえか。さあ、ゴリラ軍団を殲滅するんだ、ドラゴン。アーマーフレイム、おー、いいんじゃねえか、なかなか。おい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 、どんどん倒していく。おー、いいねいいねいいね、めっちゃ強くなったぞ。いいじゃんいいじゃん。さあ、 HP でも結構減ってるね、さすがに結構減ってるね。さあ、残党を買って、おー、勝った。いや、強くなった。これならミノタウロスキングとかでも勝てるかな。見ていきましょう、レディゴー。さあ、ミノキングも強いからな、どっちが勝ってもおかしくないですよ。ただミノキングね、跳躍力を生かしてドラゴンに飛びかかんないとなかなかきついかもね。 HP ゲージ、おー、ミノキング HP 半分だ。あ、やばい、一気に削られてる。インファイトは苦手、インファイトは苦手なんだよ、体力は変わってないから。ミノキングが勝利。よし、これでドラゴンライダーにリベンジしてみようぜ。これで勝てたらいいんだけどな。はい、どんどん削っていく。いやー、でもインファイトは苦手なんだよな、突っ込まれるとちょっと痛いよね。あ、でもかなり削ってる。おー、よっしゃー、リベンジ完了、いいね。はい、それでは以前作ってボツになった、はい、このなんかよくわかんない悪魔これを大量に設置してと。さあ、アーマードラゴン、あのわけわかんないデビル軍団をやっつけろ。さあ、アーマードラゴンの光線がよくわからないデビルを襲う。さあ、このデビル鋭い爪でね、引っかいてくるぞ、注意しろアーマードラゴン。さあ、HP ゲージ、あ、アーマードラゴン結構削られてるぞ、削られてるぞ。でも
あと1体だ、あと1体。おお、いいじゃん、いいね。おう、アーマードラゴンか。アーマードラゴンの血は富士の病に効くという。惜しくなったぞ、皆の者を進軍じゃ。アーマードラゴンの血に目をくらませてドラゴン狩りを決行しようとしている。アーマードラゴン、このアホな人間軍を蹴散らすことができるか、最後にバトル見ていきましょう。さあ、アーマードラゴン焼き尽くせ、人間軍とラストバトル。さあ始まったぞ。さあ空に飛ばれてはなすすべがない。あー、ドラゴンやられちゃったやられちゃったよ、大量のアチャーチャーの弓矢で。くそー、血が奪われる。はい、最後はね華麗に勝って終わるのかと思いきや、人間軍に見事ね生き血を取られてしまいましたね。いやー、アップデートでねドラゴン早く追加されてほしいですね。楽しみに待ちましょう。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。